おはようございます、こんにちは、こんばんは。てーこーてーてーてー、おえやーせんかな。これ岡山弁。前回の動画で紹介した、うったてが頭から離れんけい。今日は行さん岡山弁を使ったると誓ったガチャでーす。ちーと待って。なんか細くない？今日はこの物件、岡山市中区藤崎にある、藤崎戸建てを案内するでー。見てみーこれ、ボッケーかわいいポストじゃが、こんなポストはあんまみんけー。間取りは 2LDK、65.17 平米の2階建て。じゃあ、入ってくでー。玄関の広さは賃貸ならまあこんなもんじゃろ。ナチュラルカラージャケーなんか落ち着く。これシューズボックス。ピントが合ってなくてごめんなさい。横幅は2足ぐらい入るかな。トールタイプで天井近くまであるシューズボックスじゃから、デイレイ平理想じゃわ。棚の高さも変えれる系、ブーツとかも平理想じゃな。ここの扉はなんじゃろな。オープーン。で、ついじょ。ごめんなあさい。調子に乗って血化けちゃいました。これは普通に脱衣所です。今後はないよ。これはシャンプードレッサー。脱衣所が比例系。洗面台が小さく見える。これ、洗濯機の排水ホースをつなぐ箇所。今回も登場、この扉。オープーン。まあクイズにもならんわな。築年数は4年でまだ新しい系綺麗じゃね。脱衣所とお風呂の間も段差はねえけん。血板づく心配もねえけお年寄りも安心。浴槽も比例系、ゆっくりできそう。これは給湯器の操作盤。もちろん置いたき機能も完備。お風呂に窓はありがてえ。窓がある系電気を使わず換気もできるが。じゃあ、次のお部屋へ。おしゃれな扉が3つある。じゃあまずは左から行か。オープーン。トイレ、特に変わった感じもない。普通に綺麗なトイレ。窓もある系、光が入ってデイレイ明かり。もちろんウォシュレットもついとる系。次は、こっちの扉。おしゃれな取っ手がついとるが、さて何があるじゃろ？収納。この収納は階段の下じゃから壁が斜め。チートしたスペースも無駄にしない。これぞ日本クオリティ。じゃけど、斜めじゃけん何を収納するか悩む。これを使いこなせるかどうかは収納力次第。じゃあ次の扉、オープーン。皆様お待たせしました。LDK です。正直、ボッケー疲労も狭もねえ感じじゃな。LDK は全部で12畳。最近の賃貸じゃよある広さ。キッチンの後ろのスペースが3畳ぐらい。じゃけん、リビングダイニングは9畳ぐらいじゃないかな。台所は対面式のシステムキッチン。コンロもついとる系。コーテキョール必要ない。台所も OK から料理も早かろう。コンロも三つ口ついとるが、グリルもある剣魚が行さん焼ける。台所の収納も、わやあるわ。系だけあやー収納には困やーせんか。系も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 。おえん、そこはちゃうが。ボッケー収納多いが、えらい。とまあこかこんな感じ。じゃあじゃあ、これ見られー。この出所はデイレインじゃけー。和訳卒業しもうても、ガーイってならんのじゃけ。水栓もシングルレバーじゃから、温度調節も楽々。次ー。給湯器の操作盤。お風呂の温度調整も系でできる系？デイレイ便利。お風呂場通話も可能じゃし、追い出し機能もついとる。モニタ付きインターホン。系があやー急な来客でも相手の顔が見える系安心じゃ。なんじゃこや。ガスの洗車が。ガスストーブや高熱凍ったり、ガス用のコンロも使える系。焼肉じゃあ鍋じゃあをするときは便利。ここリビング。照明器具もついとる傾向てこんでー。スペースは正方形に近い形じゃけー。家具の配置はやりやすいかも。次、専用には。あんま拾わないけど。
自転車とかチートしたもんは置けそう。そういえばこの物件はペットかじゃったわ。庭で飼うなあおえんけど、一緒に遊ぶぐらいはえんかな。1階はこんなもんじゃな。2階に上がる階段は手すりもあるけお年寄りも安心。上がったら両端にドア。オープーン。この部屋は 6.75 畳の洋室。2面から光が入るけん明かりが。ここも照明器具はついとる。縦長の窓がまた口おしゃれじゃが。そこの扉はなんじゃろな。オープーン。クローゼット、ハンガーラックもあるけい服がかけれる。次の部屋に動くでー。固形にもガス栓あるが、この流れは全部屋ある感じじゃな。この部屋ガス栓いるん？ちゃんと鍵もついとるが。じゃあ向かいの部屋へ。オープーン。ひれー。この部屋は 8.0 畳の洋室じゃな。この部屋が一番比例家主寝室におすすめじゃな。軽が収納。オープーン。ボッケー普通。まあ普通の大きさじゃな。棚もあるし天井までスペースあるけん結構しまえそうじゃな。指名はベランダ。ベランダは南西向きじゃわ。ベランダ側に高い建物もねえし。日当たりもええじゃろうな。系でこの物件の紹介もしまいです。岡山弁での案内はどうじゃった？チート強引な部分もあるけど、普段岡山県民が使う漢字で岡山弁を使いました。岡山の地域とかによってはもっときちいけど、そこはこれいてくだせい。岡山弁がえかったと思う方は、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。以上ガチャでした。